シュートを10回打って、10回外しても、まだ打つ意欲を持てるか。こんにちは。サッカー上達、人生成功コンサルタントのゴーです。本日は、シュートを10回打って、10回外しても、まだ打つ意欲を持てるかをお伝えします。何度も言いますよ、私はとにかくシュートを外しまくりました。今でも思い出すと涙が出るくらい悔しい外し方をしたりしました。シュートを打つということの意味、シュートを打つイコール責任の発生です。外すと監督コーチに怒られたり、チームメイト不敬、サポーターにがっかりされる。また1と2により自分自身がへこむなどなど、基本的にマイナスな感情になりやすいでしょう。シュートをたくさん打つことはすごいことなんです。勇気がいります。なぜなら、その都度責任が発生し、外したら文句を言われるからです。人の目を気にする日本人には、耐え難い状況でしょう。実は、日本人にストライカーが生まれない理由は、これだと思います。外した後、いろいろ言われ、そのことに対し、いちいち気にするから、でしょう、です。まあそういった外した後に気になること言われたくないのであれば、1、そういう人がいないところへ行く。2、結果を出す。3、気にしない。1番のそういう人がいないところへ行くは現実的ではありません。幼いうちは良いかもしれませんが、ずっと逃げ回るわけにはいきません。2番、結果を出す。これが一番理想ですが、簡単にはいきません。正しい努力を積み重ねることが大前提であり、そのためにこれは少し時間がかかることです。3番、気にしない。実はこれをジュニア小学生年代で身につけてほしいと私は考えています。このメンタルは最強です。長友選手のメンタル。2015年に私は長友選手とイタリアで会った時、気にしないの大切さを教えてもらいました。イタリアのサッカーリーグセリエ A では、メディアが簡単に手のひらを返すようです。活躍すれば称賛、調子悪ければ地獄に落とすような内容を記事にするようです。私がイタリアに滞在していた時の長友選手の、ガゼッタスポルト紙の表現。ガゼッタスポルト紙とは、イタリアで有名なサッカーの、紙面でございます。長友のクロスに合わせられるのは5メーターくらいの大男くらいだろうと、彼のクロス、まあ、センタリングですね、サイドから、中に入れるパスのことですね、の精度が低いことを表現していました。長友選手はミスしたり調子が悪いたびにボロカス言われすぎて気にしないというメンタルにたどり着いたようです。つまりそういった追い込まれたことによって手に入れたメンタルなの。シュートをたくさん、もう一度伝えますが、シュートをたくさん打つと責任を負うため、いろいろなことを言われたり評価されたりします。でもそのおかげで気にしないという最強のメンタルを手に入れることができます。どんどんシュートを打って強くなっていきましょう。応援しています。メルマガ毎日配信中。ぜひご登録ください。サッカー上達コンサルタント、山本剛でした。